なんで通報されなきゃいけないのかな。芸術なのに。負けんけん。あのね、私は負けんからね。負けとるけど、勝つまで負けんけん。根性じゃ聞いててのさ、これをなんか分かってるとか、好きな曲だとかなんか、そんなことでもこう、なんか感じたらそれがやっぱりね、これからまた中央町ですよね。中央町ですよね。あ、そうですか。中央町、さっき行ったとこ行こうか、ね、なんか面白いとこあれば。面白いとこ、おっちゃんもね、23年岡山おるけどさ、いや面白いとこってもね、どうかな。なんだマジで。やっちゃん、こんなんあるの。おっちゃん、お疲れ様です。お疲れ様です。おっちゃん、飲み屋街に来て、うん、昔はここでやってたんよ。あ、そうなんですよ。こっちは何をやっとったんですか。いやいや、ここでギターやろうたんですよ。いや、ギターも弾いたりしたけど、まあ、芸術をね。あ、ここで、ここで、この広場で、ここら辺でね。ちょっと今日行った店行ってみる？はい、行ってみましょう。実はそこの女性2人をそう、ね、絵に描いてくれって言われとって。じゃあ僕ここ待っとくんで。待っとく。いやちょっと女性陣が気難しかったね。ダメだった。どうだったんですか。断れました。ああ。ダメです。うん。まあ、気を取り直し。ですね。はい。ダメなんですね。そうなんや、ちょっとな。おっちゃんの腕に。やっぱり肖像権とかいろいろ。うるさいね、世の中。うち近いけど来るかって。部屋の中覗かせてもらっても大丈夫ですか。大丈夫だけど、もう、散らかっとるから。外側は映さないんで、家の中だけ。外側は絶対映さないんで、家の中だけ。中はそりゃ、絵があるけどな。ちょっとだけ見せてもらっていいですか。そりゃ、ええけど、かなり散らかっとるよ、絵。あ、いいですよ、全然いいです。大丈夫。大丈夫です。ほんま、ゴミ屋敷って言われてもしょうがないから。はい、大丈夫ですよ。そこだけど、ね、じゃあちょっとお伺いさせてもらいます。あ、個展で発表した絵ばっかなんですか。が多いね。あ、そうしたらかけてる。絵ここからどれぐらいの時間。5分くらい。楽しみですね。でもゴミ屋敷は。あ、大丈夫ですよ、全然。それも芸術じゃないですか。それは、常に流動しとってね、それはどっから見ても絵になるような感じはあったりしたけど、はい、今はもう大雑把な。あ、なるほど。感じで、常に違う。ありがとうございます。どうですか。何が。結構汗だくじゃないですか。そうよ、偉いわ。2個がおるんですか。いやー、1000人に調べてもらったし。1000人に。いや、生きとらんで、ダウジングもしてもらって。ダウジ、やっぱり、でも分かんないけど、餌と水と置いとるんやな。戻ってくるかも。ああ、なるほど。だからね、開けっぱなし。入る。はい、入りました。まあ、ここに靴置いてもらったらドア、ハンドルになるけど。あ、いいですよ。うん、ええ、もう脱いだ服ここに散らかしたり、いろいろ。変な生物いないですよね。ボケブルぐらいだ。野菜がなんか、いろいろと。これは僕、
フェイスブックでよく映像は配信しとるんだけどね。なんですか。何もいないですよね。え？そんなマクロクロスケとかいないよ。いるかもしれないけど。いえ、裸の絵があるじゃないですか。うん、これを描いとったんだけど。映せないですけど。キリで穴開けやがってさ。誰が開けたんですか。この彼女がさ。あ、そうなんですか。引き裂いてやるっつって。これ誰のモデルにしたんですか。誰ってこれ。あ、そうなんですか。切った。おっちゃんの寝床なんですね。寝床やけど早速壊してな。壊したあのタバコで。あ、そうなんですか、うん、いや立派な絵ですねこれも。うん、これも桃ですか。なんでしょう。好きでやさ。イマジネーションの根源ってタイトルで書いてるんだけど、おっちゃんのなんかその想像力の中の、うん、心臓みたいなやつ。福山で書いたのかな。福山で書いたんですか、うん、おっちゃん、これなんですか、この裸の女性は。あ、これ彼女だ。あ、そうなんですか、うん、あ、これはモデルに。そう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 。あ、これ岩石ですね。岩塩、岩石、岩塩です。いっぱいある、ここにも。これでいつもどんな感じで寝るんですか。いや、ここでこう。ちょっと再現してもらっていいですか。だいぶ枕がボロボロになってから、だいぶ捨てれるなと思ったの。こんな感じ。なるほど。ね、熱くないですか。暑いけどクーラーかけるから。あ、うん、外何バランスボールとかあるよ。ベランダ生活もしとったけど。あ、そうだね。ベランダ生活してたんですか。しとったよね、3年前ぐらい。涼しい。涼しいいうか、まあ空が好きだから。ああ、なるほど、うん、なんかこれもあれですね、女性のあれなんですね、これもね。そうでしょ。住家で後楽園の小屋借りて、うん、2年前のやつですか。2年以上前だけど、彼女モデルしてくれてたから。あ、で、おっちゃんも この写真、これは倉敷の画家の人。あ、おっちゃんじゃないんですね。うん、これもあの有名な画家の絵だけど、買ったんよ。これ買ったんですか。買ったよ。もう死んじゃったけど。そうなんだ、うん、坂本龍一と同期のスペイン大臣の人だったけどね。じゃあそのマヨネーズとかケチャップあるんですよ、大丈夫なの。そうそうそう、たまにチュッ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 なんかあれですね、アイスクリームみたいな。そうそうそう。あ、ここにもありますね、なんかね、こういう。ああ、絵が。ちっちゃい絵がね。ああ、そうそうそう。これは何なんですか。これは適当に、洗濯バサミで、吊るして、ね。へぇー。シュプリームのやつかと思って、俺。一瞬。似てるから、なんか。あ、この子がね、なんか他に面白いものってあるんですか。それが4年かけて描いた。見れこれですか、4年ですか。ね、これですか、うん、4年。よちゃん、部屋はどんな感じになったんですか。部屋って、まあこれ6畳、ちょっと汚れとるけどね。あ、これは何なんですか。女性に見えない後ろ姿ってことですか。そうだね。ああ、うん、一瞬で描いて、これも額に入れてみたの。あ、こういうのたくさん描いとってね。これがこれなんですか。あ、これは生で描いとるけど、写真でこういうのも描いたりしたけどね。生でこっちは描いとる。すごいですね、うん、すごいタコ足配線。タコ足いっぱい。火事にならん、ほう、ならんください。火事にはならんけどね。タバコでいっぱい焦がしとるけど。あるあるな感じですね。あるある。たまになんかいますね。今そういうタバコ吸っとるからしょうがない。あ、うん、他になんかないですか。面白いのって言っても。あ、じゃあちょっと見ていいですか。いいよ。ですけど。あ、どうぞ。キッチン。うわ、すごい小屋みたいにありますね。これ何なんですか。この小屋、この小屋、これ。あ、それはインドの家具よ。ああ、なるほど、小屋かと思った。うお、じゃあこのスープ飲まなくて大丈夫ですか。スープじゃなくて、それそうめん炊いたのよ。あ、そう。もう大丈夫なんですか。大丈夫。うん、おちゃん、これ漏れてますけど大丈夫ですか、この下に。あ、やばいね、それ野菜が腐ったね。ね、持ってきてくれた野菜が。ああ、そのままにしとった。ちょっと冷蔵庫。冷蔵庫。はい。あー、ちょっとやばいな、これ内側開いてるわ。冷蔵庫何もないでしょ。何もない。あ、でも液体スープ
パーポーとか下はウェイパーか下はなんかですね下はなんか氷しかないあすでに遠いなそうはいですどう感想はいやーすごいですねいいネタがいいネタ芸術の家ですね今度はゲイルの家だなそうですね、うん、ゲイさんねそうですよ、うん行ったことあるありますあります、うん、どこ見とる人がおっちゃんの家ちょっと見てみたいなああ女の子だな大歓迎女の子だなねえもうたくさん来てくださいモデルというかねモデルというかなんかそういうデスターの、まあ、来るたびにはちょっと感動してあのちょっとねテクニックありますかテクニックありますかあの局所のねあ写真の方いや、使えないとりあえずちょっとまた一杯飲み行きますかこれからあ、そうなんですかはい、行きましょうか、はい、行きましょうはい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますじゃあまたねじゃあ、ありがとういやいや、ありがとうございますちょっとお茶ですこの動画をいいと思ったらこの動画をいいと思ったらグッドボタン悪いと思ってもグッドボタンチャンネル登録もよろしく